東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の戸郷、対するタイガースの先発は右の青柳、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の戸郷マウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは近本。背番号5。第4球を投げた、絶対当たりだ、右中間へのフライ、ワンバウンドヒットになる。近本一気に二塁へ。近本いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。バッターは2番中野。ジャイアンツいきなりピンチを迎えています。第4球は150キロ直球、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番森下。投球これから5球目。いった、右中間へのフライですがライト落下点に入りました。掴みました。あと二塁ランナータッチアップ。ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターは4番大山。大きな声援が届いています。第4球を投げた、打ちました、左中間へのフライですが取って、これで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。戸郷ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ジャイアンツ立ち上がりを無得点に抑えています。バッター門脇。背番号5。第9投げた、ボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。門脇ツーベース。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。バッターは3番梶谷。ネクストバッターサークルには岡本。第1球1球目ストレート空振り。第2球投げた、見送ってボール。第3球空振り。第4球を投げました、ボール。投げました、外れた、ボール。第6球を投げました、打った。第7球を投げました、打ちました。佐藤バックしていった、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。先ほどのプレーです。バッターは4番岡本。大きな声援が届いています。第9投げました、内角ギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目、ボール。投げた、ストレートはボール。第4球を投げた、決まった、ストライク。第5球投げた、見送ってボール。第6球を投げた、打ちました。次が7球目、投げた、打ちました。森下落下点に入った、これはライトフライになった、取りました。これで3アウト。さあリプレイです。ジャイアンツセカンドランナー残塁。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。第4球を投げました、あっとこれは上がりすぎたようです。レフト前に出る、これは平凡なレフトフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番前川。背番号58。第1球投げました、初球を打ちました、鈍いゴロ、門脇掴んだ、アウト。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番坂本。坂本、第4球は高め、ボールが回った、ボールはライナーで右中間へ、ワンバウンドヒットになった、ボールが転がる、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、坂本ツーベースヒット、ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは木浪。第2球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。戸郷ツーアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー青柳。第2球投げました、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って近本。さあ6球目、縦のスライダー、空振り三振。バッターは2番中野、今日2度目のバッターボックス。次は5球目、投げました、打った、門脇余裕があります、掴んでこれで3アウトになります。戸郷3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で門脇、第9球初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、取った、アウト。さあ得点圏に、ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは森下、第1打席はライトフライに倒れています。第5球外角、空振り三振。右バッターボックスは4番大山、第1打席はレフトフライに倒れています。投球これから4球目、打ちました、三遊間のゴロ、坂本ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番佐藤、第1打席はレフトフライに倒れています。投球これから2球目、打った、鈍いゴロ、坂本取った、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。戸郷ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは前川、最初のバッターボックスはショートゴロ、初球打ち引っ張った、ライトへ上がった、ライト交代ヒット、前川一塁回って二塁へ、前川ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。ランナー1人を置いて迎えるバッターは坂本。ジャイアンツ一打同点のピンチを迎えています。初球から送ってきました、ファーストボールを掴んだ、吉川取ってアウト、ランナー3塁に進みました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。低めの球、見逃し三振、先ほどのプレーです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは青柳、第3球は打ちました、右中間へ上がった、ライト下がった、ヒットになります。ボールが点々と転がっている、ジャイアンツ追いつかれました。1対1、青柳二塁も狙う。さあ先ほどの同点の場面です。打順は1番に帰って近本、ひときわ大きな声援が聞こえます。打ちました、いい当たり、入るか入るか、フェンス直撃、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ジャイアンツリードを奪われました。2対1、近本タイムリーツーベース、ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは2番中野、今日は三振とショートフライ。次は4球目、投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、ライトバックして取って、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって2対1、戸郷とうとう打たれてしまいました。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。トップバッターは門脇、第9投げた、打った、初球打ち、
ワンバウンドヒットになる。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。門脇、いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは梶谷。ネクストバッターサークルに控えているのは岡本。第9ボール、まずは内角、投げた、ストライク、投げた、ボール、投げました、ボール。第5球、投げました、打ちました、これはショート正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。さあ同点のチャンスにバッター岡本、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球、外れた、ボール。第2球、投げました、ストライク。第3球は見送ってボール。第4球を投げました、打ちました。投球これから5球目、打った。さあ6球目、インコース引っ張った、レフトへ飛んだ、ヒット。2塁ランナーそのままホームへ向かった。ジャイアンツ同点、2対2。岡本タイムリーツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは森下、今日はライトフライと三振。投げました、打ちました、ピッチャー返し、大城ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番大山、今日はレフトフライとサードゴロ。第5球、投げた、高めボール球打った、抜けた、大山ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボクサー5番佐藤、今日はレフトフライとサードゴロ。第9投げた、初球を打った、サード前方のフライになりました。坂本落下点に入った、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは6番前川、今日3打席三振。6回の表が終わって2対2、現在同点です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは坂本。第9球、初球から打ってった、レフト方向へ持っていきましたが、レフトバックしていった、これはヒットになります。坂本2塁を狙う、ランナー2塁でストップ、坂本ツーベース。ジャイアンツピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。タイガース、ダイソー投入です。熊谷、二塁に入りました。バッターは8番、木南。今日はライトフライと三振。第2球、バントしました。ピッチャー正面に転がった。二塁ランナー、三塁へ。アウト。ランナー三塁に進みました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。次が4球目、投げた、打ちました、前進守備、セカンドは正面、アウト。これで2アウト、ランナーは三塁変わりません。今日2本のヒットを放っている、しかも打った、センターへ持っていった、センター前に出る。ジャイアンツここで勝ち越しを許します。3対2。そして今拾い直した、近本タイムリー。さあこれで2アウト、ランナー1塁。今の勝ち越しのシーンリプレイでご覧ください。戸郷降板、左のバルドナード、今日2人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。左バッターボクサー2番中野、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。さあ4球目、ランナースタート、投球ボール、キャッチャー2塁へ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。先ほどのプレーです。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。打ちました、センターへの打球、取りました、これで3アウト。7回の表が終わって3対2、ジャイアンツ1点をリードされています。タイ
青柳降板、左の島本、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッター、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、スプリットはボール、インコース低め。投球これから4球目、打ちました、痛烈、入れば同点、ライトセンター見送った、ホームラン、同点ホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、ストレートを狙い打ち、チームメイトが迎えます。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは森下、第3球をアウトコースをつけた、一塁線フェアだ、中継、森下ツーベースヒット、ジャイアンツピンチを迎えます。さあリプレイです。タイガース、ダイソーを起用します。小畑、二塁に入りました。先ほどヒットを放っている大山、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、投げました。低めのボール、引っ掛けた。取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。左バッターボックスは5番、佐藤。第4球を投げました。空振り三振。ランナー一塁を置いて迎えるバッターは梅野。背番号2。第2球、打ちました、センター方向に持っていきましたが、センター取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バルドナード、ノーアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。8回の表が終わって3対3です。バルドナード降板、マウンドに上がったのは大勢、今日3番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは熊谷、ジャイアンツこのバッターだ、打ちました、ピッチャー正面、大勢掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには木南、第4球を投げました、打って出ました、門脇ボールを掴んだ、一塁へ送る、飛び込んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。代打は原口、山本に代わりまして原口、背番号9。第7球を投げました、見逃し三振、大勢下位打線を三者凡退、0点に抑えています。9回の表が終わって3対3です。島本降板、左の霧敷、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ジャイアンツこの回は2番からの好打順、先頭バッターは門脇、ジャイアンツここはなんとか塁に出たいところ、投げた、さあ次の投球、投げた、打った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投球は3球目、投げた、内角低め、外れてボール、投げた、打ったいい当たりだ、センターへ上がった、センター交代、ヒット、門脇一気に二塁へ、中継、門脇ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツサヨナラのチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。ランナー一人を置いて迎えるバッターは梶谷、一打サヨナラの場面を迎えています。第9投げた、スラーブはボール、まずはアウトロー、第2球ボール、第3球を投げました、3球目空振り、第4球を投げました、打ちました、タイガース外野は浅めの守備を取ります。打ちました、ピッチャー返し、2塁ランナー3塁へ向かう、抜けた、センターバックホーム、梶谷いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。先ほどのプレーです。大城サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。ジャイアンツが勝ちました。勝利投手大勢、対戦投手霧敷でございます。見事な勝利。
さて本日のヒーローは大城、本当に今日は大活躍でした。